い、こんにちは。今日は外国のおすすめコスメを紹介します。で、全部自分の経験から話してるし、自分が好きとか嫌いなものを見せるんだけど、もしかしたら私に合うものはみんなに合わないかもしれないし、みんなに合うものは私に合わないかもしれないので、まあその辺はね、いろいろよくわかんないわかる、言いたいことで、まあとりあえず私が好きなマスカラ、私クセ毛だから、あのビューラーとか使わないので、私が好きなマスカラもしかしたらみんなあんま好きじゃないかもしれないし、肌の質が違うから私に合わないものはみんなに合うかもしれないし、まあそういうことで、とりあえずアメリカ、外国って言ってもアメリカね、アメリカの私の経験からのおすすめコスメを紹介します。はい、で私が行ったのはウォールグリーンっていうドラッグストアで、アメリカ、カリフォルニア州、わかんない、どこにもあるって感じで、まあ、その時は閉めたような感じで、そこで売ってるのがロリアルとかリンメル、レブロン、ニュージャージーナとか、そういうのが売ってて簡単に手に入るような感じのコスメね。で、それを今回見せます。で、マックとかトゥーフェイスとかアーバンディケイとかベネフィットとかランコムとかシャネルとか、そういうのはまあとりあえず横に置いていて、置いといて、高いので、はあ、まず最初はロリアル、今動画見ながら話してるのね。で、ロリアルはロリアルのヒップっていうラインを出してるんだけど、そのヒップのアイシャドウが私結構好きで、キメが細かくてすごい塗りやすい、塗りやすくていい色がいっぱいあるんだけど、で、ロリアルのマスカラ、ボリュームネスっていうのがあるんだけど、いろんなの出てるのね、ボリュームネス X5 とか X3 とかなんかいろいろあるんだけど、 X じゃないかけるで、一番オリジナルは使ったことあって後で見せるんだけど、それは結構いい、みんな好きで人気らしい。で、ロリアルの True Match っていうファンデーションも結構よくて、前使ってたんだけど、私いろんな色があって、クールトーン、ウォームトーン、アンダーなんとかトーンとかいろいろあるのね。で、自分の肌に合う色絶対見つかるみたいな感じで、それ結構好きで一時期ずっと使ってたね。で、その後に夏になってちょっと違うファンデーション使おうかなと思ってベアミネラルに変えた。でもまあその True Match はすごく良かったです。そしてレブロン、私が大好きなレブロン、レブロンはいろいろあるんだけど、ファンデーションも良かったのね。それもずっと前に使ってて、で友達とかいろんな人に肌綺麗ってファンデーションのおかげよみたいなって言われてて、でそのファンデーションずっと使ってた覚えがあります。ですごい良かったです。でレブロンのリップグロス、私が大好きなコラルリーフっていうリップグロス、それもすごくいい。なんかみんなマックと比べられるような感じって言ってるんだけど、まあそうじゃんレブロンのマスカラはこの緑色のやつあんまり好きじゃなかった、私うんって感じ。別にそんなにボリュームくれなかったし、長さもくれなかったし、なんか普通みたいな、ナチュラルになんかなるんだけど、あんまり別にもう一回買いたいってわけじゃない。で、もうなんかお店に見つからなかったんだけど、このレブロンのカラーステイリキッドアイライナー大好きなのね。なのに全然見つからないの、どこに売ってるかわかんない、多分このウォールグリーンで売ってなかったのかもしれない。で、レブロンで私が好きなのは、その落ちない、落ちないリップ。これが大好き。今も使ってるのはこの、ハニーっていう色、001。結構ナチュラル系なピンク。これ大好きなの。で、あんま、なんか、お姉ちゃんと話したら、日本であんまりいいのがなくて、4色しかなかったとか言ってて、しかも1200円高い、ここで多分8ドル高くて9ドルとかで売ってる、900円ぐらい。でもすごく好き、
つけて何分か後にも10分15分後ぐらいに落ちなくなる。まあこうやってやるとちょっとわかるんだけど、見える？ちょっとだけ。でもその色がなんか自分のリップに染み込むような感じ？染み込まないけど、なんて言うんだろう、ステイン。アルメイっていう化粧品のところの化粧品は、アイシャドウは友達がいいって言ってたんだけど、私あんま使ってないので何とも言えません。すいません。そしてニュートラジーナ。ニュートラジーナはなんか肌にすごい優しいっていう宣伝とかしてるんだけど、このリキッドファンデーション 買って使ったんだけど、すごい肌が荒れて、なんかボコってできちゃって、すごい乾燥でかい 声がおかしい、乾燥でかゆくなっちゃって、えって感じ、超がっかりで。でそのファンデーションの同じラインのファンデーションパウダーも使ったんだけど、全然良くなくて超がっかり。チークもそれ使ったんだけど、ファンデーションなしで、それでもなんかかゆいかゆいみたいな感じ。もしかしたら気のせいかもしれないんだけど、すごいすごいかゆくて好きじゃなかった。でリップは好きだった、結構クリーミーでいい感じ、唇に優しいような感じ。そしてリンメルは、イギリスのブランドなんだけど、リンメルのそのピンク色のマスカラが大好きで、後で見せるんだけど、ちゃんと。で、それが結構良かったです。で、リンメルは、どちらかというと安い方でいいです。あとはこのペンシルライナーも結構良かったです。ジャンボペンシル、ペンシル、ペンシルライナーとか。で、アイシャドウもまあまあいいし、ブロンズ、ここの肌のあれも結構良かったし、マニキュアが大好き。リメルのマニキュアが結構いい。ブラシが太くてすごい塗りやすい、私にはね。はい、それがジャンボペンシル。で、リメルのこのファンデーションプライマー、ファンデーションつける前のクリーム、そしたら肌が滑ってなって、ファンデーションな入りやすいみたいな それが入りやすいっていうか塗りやすい、それが結構好き、今でも使ってます。メイベリン、メイベリン私好き、日本に住んでた時からずっと大好きで、その紫色のマスカラが結構好き、それ今人気で、人気じゃない、あ、お気に入りで使ってます。で、アイシャドウ、このアイシャドウはあんま良くないんだけど、なんかここに残っちゃうような感じ。でもこのシリーズのアイシャドウはすごく良かったです。前に使ってた覚えがあった。まあメイベリンはマスカラで有名なので、もしマスカラ欲しかったらメイベリンがおすすめと思います。アルタっていう化粧品売ってるところでしか売って、ほとんどしか売ってない NYX っていう化粧品がすごくおすすめです。ペンシル、ジャンボペンシルライナーもいろんな色があって、リップもいろんな色があって、でこのリップグロス私すごく好きでいつも買ってるんだけど、ブラッシュ、チークの色もいろいろあるし、自分に合った色は絶対見つかるような感じのブランドで、アイシャドウもすごいいろんな色があるので、でそこまで安くない、だいたい500円ぐらいみたいな感じ、5ドルぐらい、4ドル99とかっていうような感じで、すごくおすすめで、きめが細かくてマックと同じような感じ、みんなマックと比べてるような感じなんだけど、すごくきめが細かくて塗りやすいのでおすすめです。その値段にはもう絶対いいと思います。私 NYX 大好きで、多分日本で売ってるかもしれない、なんか後ろに日本語で書いてある、カタカナで、まあ多分日本で売ってる、もし売ってたらイエーイラッキー。あとはアイライナー、これ全部アイライナーなんだけど、すっごいいろんな色があって化粧するのが楽しくなる。でパレットもすっごいいろんな色があるので、絶対自分が好きなパレットは見つかるはず。すごいいろんな色、紫系とか、あと混ざったいろんな色、
なので NYX が大好き。そこまで高くなくて、ですごいクオリティもいいです。なので、もしアルタっていうお店行ったら NYX を見てください。で、アルタではいつもセールやってるんだけど、2個買えば1個タダとか、1個買えば1個50%オフでもらえるとか、なのでそういうのも見てみてください。っていう感じが私のおすすめコスメ。一番好きなのはレブロンのファンデーションと、レブロンのリップステインと、メイベリンはマスカラが良くて、でロリアルもマスカラ、テレスコーピックカーボンブラックというマスカラが好きです。ニチュージーナはあんまり合わなかったので、ちょっと買いたくない。でもリップは良かったので、もしかしたらそれはもう一回買うみたいな感じなんです。で、おすすめのマスカラ聞かれたので、ビデオ撮ったんだけど、比べるように。で、一番最初はテレスコーピックカーボンブラックを使って、マスカラ、まつげどんな感じになるかをちょっと見せたんだけど、そのマスカラすごい、自分にとってまつげが長くなる。私好きなコンビネーションがそのマスカラとメイベリンのザ・フォーシス。そのマスカラ使ってからメイベリンのザ・フォーシス使ってる。第2位のお気に入りのマスカラはリンメルのこのピンク色のやつで、メイベリンのその黄色いのは別にナチュラルに行きたい時にしか使ってない。そんなに長さくれないような感じなんだけど、ボリュームって書いてあるけど、別にあんまりボリュームくれなかった。でも私はまあ学校行く日とかに使ってたので、それはまあまあいい。でも日本人の友達は全然カールが下がっちゃう、まつげが下がっちゃうからあんまり好きじゃないって言ってたので、もしかしたら日本人には合わないかもしれない。私くせ毛なので全然そういう問題はありませんでした。でもそのリンメルのピンク色のマスカラ、マックスボリュームフラッシュというマスカラは結構好きで、中にちっちゃい髪の毛みたいなのが入ってて、塗るとまつげが長くなるので、それは好きです。で、その後は有名なロリアルのボリューミネスオリジナル。それはオリジナルで、まあ、オリジナルはすごく良かったです。一時期ずっと使ってたので好き。で、まあ、ボリュームもくれるし、太くなるし、まつげがはっきり見えるような感じです。で、メイベリンのフォーアンドソフトは、まあ、ちょっとナチュラルだけど、まつげを太く見せたい時に使うといいと思います。もしかしたらカールがそのままならないかもしれない。もしかしたら下がっちゃうかもしれない。だけど、まあ良かったです。マスカラを、まつげを触るとなんかソフトな感じ。そんなに硬いって感じじゃないので、いいです。そんな感じかな。ためになったら嬉しいです。で、また何かリクエストあったら教えてください。このビデオ動画アップするのちょっと遅くなったんだけど、お店行って撮影したかったのでちょっと遅くなりました。ごめんね。じゃあね、また何か質問あったら教えてください。バイ。ちょっと言い忘れたことがあるんだけど、もしアメリカ、ハワイわかんないんだけど、ハワイ行ったことないから私。でもハワイもアメリカだから多分 OK。で、とりあえずアメリカ遊びに来て、ウォールグリーンとかそういうドラッグストアでお化粧を買って、マスカラとかアイシャドウとかファンデーションとか何でも、リップとか。で、とりあえず絶対にレシートとパッケージを取っといて、で、そのマスカラ、例えばマスカラ使ってみて、もし好きじゃなかったらお店に戻ってレシートとパッケージ持ってって返せるので、お金が戻ってくるのね。だから絶対にパッケージとレシートを取っといてください。そういうポリシーがあるので、もう使ったからちょっと申し訳ないって思わないでね。日本人礼儀正しいから もうどんどん返して自分のお金戻して、で、また違うものを買って、やっぱ好きじゃなかったらもう一回戻って返しても OK です。で、もしこれ何がおかしかったとか何がダメだったって聞かれたら、まあ好きじゃなかったとか、乾燥してて良くなかったとか、アレルギーが出たとか、肌に合わないとかさ、なんか、まあ、とりあえずなんか言って、絶対お金返ってくるので、だから絶対にレシートとパッケージを取っといてください。ね、じゃあね。